皆さんこんにちは、水木アの青色 TV、 イエーイ、始めました、今日は結構髪の毛伸びたよな、青。でもな、すっごいプリンが目立ってるけど大丈夫ってぐらい、ちょっとそろそろ染めに行きます。はい、今日は12月に発売されるクリスマスコフレの青が、まあ、安いし、多分買いやすい感じのクリスマスコフレを紹介したいと思います。で、まあ一個ずつ紹介していきます。まず12月1日に発売されるエスティローダのグッドアズゴールド2017ってやつです。ドン、こちらの方に載せておきますね。ちょっとずれとこうか、こっちに載せておきます。載せたところでごめんなさい、ありましたこれこれこれ、こんな感じで、このゴールドのさ、なんかポーチみたいなのに、でアイシャドウとリップとかも色入ってんねんやん。いきます。アイシャドウをリップスティックで、リップスティックもう一個と、あとマスカラとアイペンシルで、グロスでクラッチバッグの、この銀のクラッチバッグになってるんだけど、まあパーティーとかにクラッチバッグしてったらいいと思うんだけど、これこんなに入って7,020円、税込み、すごい安くない？でこれもあの予約とかないから、ほんまに数量限定で12月1日に発売されてるものなんで、もうぜひぜひこれおすすめじゃないかと思って紹介させていただきました。はい、まずはこちらです。じゃあ次はこちら、ドン、ジバンシーです。ノワールクチュールボリュームウォータープルーフキットって書いてんねんけど、まあ、これも限定キットで、クリスマスの12月1日発売で、お値段が4,900円プラス税やと思います。4,900円プラス税で、で、ウォータープルーフ、ボリュームウォータープルーフとピンクミニチュア、非売品って書いてる、現品と非売品、グロスと何なの、これマスカラかな、ノワールクチュールボリュームウォータープルーフ、なんかマスカラか、なんかあの透明なマスカラ系かのどっちかのやつですけど、なんかお値段の割にこのジバンシーがこの値段出て、すごい安いしすごいお得やなと思って、これはちょっと紹介させていただきました。まあぜひみんなもチェックしてみてください。じゃあ次、もう一点ジバンシーやねんけど、イレジスティブルコフレって書いてて、なんかピンク色の、はい、こちらドン、すっごい可愛いやつやねんけど、これさ、あのオードトワレで香水やねんやん。香水でこの値段ってすごいいいと思うね。香水で、9000円プラス税、はい、9000円。これも12月1日に発売される9000円の、オードトワレ。リブ・イレジスティブル・オードトワレ。で、2つあんねんけど、1つが、50ミリ。でっかい方が50ミリで、小さい方が15ミリで、まあ、非売品、15ミリの方が非売品らしくて。まあぜひこれもね、どんな匂いかわからんから、匂ってみないとわからんと思うけど、まあいい匂いやと思うんでぜひぜひ行ってみてください。12月1日がすごい多いねんな、いい商品で。またこちらも12月1日やねんけど、ニーズルヤードレメディーズっていうのかな、わからんねんけど、ヘブンリーアロマティックバスタイルコレクション。このお風呂で使えるものってすごいいいと思うねんやん。で、これも12月1日に発売される8,000円、すんげえ安ない？で、まあ、リラックスタイムとかお風呂でゆっくりしたい時とかに、あの見てわかると思うねんけど、あのマッサージのこのなんていうん、カッサや、カッサが入ってんねんやん。で、あと他にマッサージオイルとバスミルクと、あとボディバターが入ってます。お得な、なんかこうプレゼントとかにいいんちゃうかなと思って、これも紹介させていただきました。ぜひみんなも行ってみてください。じゃあ次はみんなが結構好きかな、ジルスチュアートで、クリスタルブルームプレスドラブオードパルファンで、こちらが 30ml で5,500円で、香水かな、これもオードパルファンって何なんかな、部屋に置いとくやつかな。恋が始まるドキドキ感を表現したピュアで愛しい香りのフレグランス。トップは一目惚れした時の胸の高鳴りを表現したピュアフルーティーの、その上がなんかお花みたいな、なんかめっちゃ可愛くない？んで、なんかピンク色で、で、この商品がこれだけじゃなくて、待ってな。こうやって、そう、ジルスチュアートは
いろんなボディクリームとかも出すみたいで、そう、ボディローションとか、あ、オードパルファン、ハンドクリームで、こういうなんか上にちょっとなんか花みたいながついた商品がすごい出てるから、12月1日にこういう新しいのがブワーって出てるんで、まあこれもぜひチェックしてみてほしいなっていうふうに思いました。まああとリップとかも売ってんねんけど、まあ、ここが一番気になったかなって感じです。香水です、多分。香水って書いてるか、香水。じゃあ最後におすすめなのはナーズなんかごめんなさい、いまいちずっと分かってないねんなのナーズイズとリップペンシルトリオ、これが3本入ってんねんやん、のマットリップらしくて、そのナーズのリップが3本入って9600円で、まあ消費税入れたら1万円いくけど、まあ商品的には1万円いくかんっていうところがこのすごいなって思って、この商品は12月8日で、ちなみに伊勢丹、新宿、銀座の何三越し、三越し、ごめんなさい分からへんで、阪急梅田本店と大阪の、高島屋店にて数量限定発売やから、まあ、これもほんまに数量限定発売のこの場所も決まってるから、まあぜひおすすめかなと思って紹介させていただきました。あとペンシルシャープナーって書いてんねんな、ペンシルシャープナーミニサイズって書いてるから、なんか入ってんのかな、いや、うん、こんな感じです。まあ12月の1日からもうすごいいろんなクリスマスコフレ、まあ、最終向けて12月1日がいっぱい出て、であと12月8日もあってんけど、まあ、他にもいろんな商品はあるんやけど、まあ青がおすすめする商品はこんな感じでした。まあぜひこれを機にみんなもクリスマスコフレ買ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。